ちは柴田です。今日はですね、面白いことを思いついたのでちょっと検証してみたいなと思っております。まあ、その内容はですね、オーバードライブとディストーションって歪みあるじゃないですか。これの境目ってどのあたりなのかなっていうのをですね、ちょっと気になりまして、くだらないんですけれどもやってみようかなと思います。まあ、そもそもオーバードライブとディストーションって多分理屈的にはというか理論的には差がしっかりとした定義があると思うんですけれども、まあ、ちょっと説明されてもなかなか分かりづらいっていうところで、音を出してどの辺が間ぐらいで、どっからがディストーションでどっからがオーバードライブみたいなのをですね、ちょっとやってみようかなと思います。で、使用するエフェクターはですね、オーバードライブ代表としてこちらスーパーオーバードライブ SD1 ですね、ボスの SD1。 まあ、歪みすぎずなところでちょうど良い、程よい音色かなというところでこの子を選ばせていただきました。で、ディストーションはですね、こちら同じくボスの DS2、 こちらもベタな感じでディストーションですね。で、この間をですね測るものがですね、この子です。オーバードライブディストーション OS2 と、皆さんご存知ですね。なぜか中古で非常に安いオーバードライブなんですけれども、実は僕かなり好きでよく使ってますっていう感じなんですが、この子ですね、カラーというつまみがございます。こちらですね、カラー、このこれですね、これにですね OSDS と書いてるんだ、 ODDS と書いてるんですけれども、こちら OD の方に回すとオーバードライブ、こちらに回すと DS に回すとディストーションに色が、カラーがですね近づいていくっていう風なエフェクターになります。なのでオーバードライブとディストーションの両方の良さをですね兼ね揃えたエフェクターなんですけれども、まあ、どのあたりでディストーションと呼べるような音なのか、どこまでがオーバードライブという感じの音なのかっていうのをですね検証していきたいと思います。使用するギターはこちらです。フェルナンデスのストラトです。でピックアップはセンター使っていきたいと思います。では早速ご覧ください。アンプマイクロキューブです。ではオーバードライブから鳴らしていきます。まあ、フラットな状態ですね。こんな感じですよね。今ですね、このつまみ、これオーバードライブとディストーションを変えていくカラーというつまみなんですけれども、こちらを今オーバードライブ側にしております。ポジット。若干オーバードライブ、スーパーオーバードライブで歪んでる感じがしますよね。なのでドライブをちょっと上げてみます。感じになってきましたね。もうちょっと歪みが。
ーパーバードライブの最高の歪みになります。トーンを上げてみますかね。まあ、ジャキット感が増すっていう感じですね。まあ、これがオーバードライブの限界値というふうな感じで捉えましょうか。うん、結構な歪み方、かっこいいですね。やっぱりレベルが低いですね。歪みを上げてトーンを上げます。うん、もう一度。うん、まあこの辺がいい感じのオーバードライブかなと、 SD-1 の限界値な感じがしますね。続いてディストーション。感じでですね、分厚さがありますよね。これがディストーションですね。でこれがというふうな感じですね。でこれに寄せたのがこれ。感じですね。なのでこれがオーバードライブで、これがディストーション。というような感じですよね。なのでこれがどこまで上がるとディストーションになるのか、ちょっと上げてみましょうね。まだですね、まだオーバードライブ寄りですね。ちょっと半分ぐらいまで。うん、まだまだオーバードライブじゃないですか。まだオーバードライブな感じ。まだオーバードライブな感じですよね。ちょっともうちょっと上げてください。ここら辺まで来るとまだオーバードライブなんだけど、ドライブ上げたら多分、まだオーバードライブと呼ばせていただきましょう。ここまでいきますか。ここまで。いよいよ、いよいよディストーションじゃないですか。どうかな。ズーンでディストーション。
モコーっとした感じがもう出たらディストーションかなと。ここら辺ですね。この辺がモコーっとするじゃないですか。こっちがジャキーっとするじゃないですか。これの間、モコジャキーがこの辺、この辺りがちょうど境目なんじゃないかなという感じですといった感じになりました。いかがでしたでしょうか。まあ個人的にはですね、結構面白かったなと思います。まああの辺りがちょうど狭間かと間かぐらいな感じで、まあ人それぞれ定義があると思うんで、まあ僕個人的な感想としては、狭間の音も気持ちいいというところでしたね。まあオーバードライブディストーションなんですけれども、本当にあの使えるエフェクターだと思うので、今中古ですごく安く出ているので、もしですね見つけたら買いですよ、買い、おすすめしております。まあ答えのないような検証に対しての動画だったんですけれども、少しでも参考にしていただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。